電話しよう。じゃあ松原谷地君、あの、はい、どうですか、事故物件住みます芸人としては。いや、なんとか、させていただいておりますね。じゃあ今回も事故物件ネタを。今回も事故物件、ちょうどあの去年が事故物件かと思ったら事故物件じゃなかった物件に住んでしまったんですよ。それと同時に階段グランプリも出れなかったっていうのがあったんで。それはちょっとでもね、やっぱり自分のキャラと違う物件ですよね。事故物件住んでいかないと階段グランプリにはこう出続けれないなっていうのは。ああ、じゃあ常に呪われ続けると。もう、良い子の浜口さんの弟さんで、浜口芳さん、はいはい、いらっしゃいますね、いるんですけど、あの方が、谷さん、もう人間じゃなくなってますよっていう。なんて嬉しい言葉。と言っていただいたんで、もう事故物件以外は住めない体になって。それは褒め言葉ですよ。あ、本当ですか。よく心霊の世界いらっしゃいって。もう君も心霊の仲間だみたいな。心霊の仲間。じゃあどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。後ほど。